鏡浦自動車株式会社は千葉県立山市、鴨川市など南房総地区で主に事業を展開するタクシー会社。安房合同自動車のタクシー事業部をはじめ当時の立山警察署管轄地区内にあったタクシー会社を統合し、1938年にタクシー専業会社として設立された。設立の経緯から立山日東バスなどの日東交通直系の 子会社とは支配関係が異なっているが、同社の関連会社となっている。設立当初は、フォードやプリムス、ダッチといったアメリカ製の車両を所有し、地域住民の足として貢献した。2017年までは、貸切バス事業も展開していたが、同年6月1日をもって、日東交通に移管され、同事業から撤退した。トヨタと日産の国内にメーカーを所有している。 また、社名表示等は、菜の花の黄色の図色が採用されている。1961年貸切バス事業を開始し、最盛期は長距離ツアーを展開し、最大10台がフル稼働した。しかし、昨今の貸切バスの観光需要が落ち込みが続く中、グループ内での競争は、プラス要素につながらないと判断し、2017年6月1日から同事業が、 日東交通に移管され、半世紀もの歴史に幕が下された。三菱不装、エアロエース最終期は三菱不装製の車両を所有し、純正ボディ仮装の車両と並び、富士重工業製ボディを仮装した車両が在籍していた。前世紀は他の事業者に先行して、新型車両を導入し、特に軽合金製の高速使用者の導入は話題を呼んだ。ありがとうございます。